こんばんは、カズチューブです。ドライビングバージョンというよりも、今、駐車場に、えー、止めまして、喋、えー、っております。えー、さっきまで、河辺君と仕事の打ち合わせをする傍らですね、えー、カズチューブ撮っていたんですが、えー、帰ってまいりました。もう今はね、もう食事もできないしさ、えー、もうすぐに帰ってまいりました。まあ、本来ならば一緒にご飯食べて帰ろうかっていう感じではあるんですが、 会食もなしで仕事だけで帰ってきてカズチューブをちょっと取ってというまあそんな一日だったんですがさて、今もゲーム行われています横浜スタジアムですねベイスターズ戦今日もしんどい試合あの初回いきなりね吉田選手のツーランホームランで先制したみたいね2点取ったところがその直後に倍返したってやられまして4点取られてそこからまた追加点を奪われて まあ今、ノーガードの打ち合いですよ、9対7というスコア、6回の表終わった時点ですが、まあ、あのその後どうなるのかまだ分かりませんが、えー、残り3イニングで、さあ、どんな感じになってくるのかということですね、えー、まあ,あの、ピッチャーが今、オリックスさんも苦しいなという感じはえしますね、えー、長役投手が今日は結果出せませんでしたけども、これ、どうやってこうローテーション回していくのかなという感じでもう、とにかく先発ピッチャーが今、 もう苦しいしあと出てくるピッチャーもなかなかこう。うん 相手の勢いを止めることはできないという、そんな感じになってますからね。今、ただ、打つ方で今反発力があるんで、なんとか今日もゲームにはなってますが、えー、この終盤どうなるか。で、あの、また終わった後はね、えー、終わった後の、えー、通常版のカズチューブを配信いたしますけども、えー、もしよければ今日のまたポイントであるとか、えー、ゲーム展開など教えてください。あの、ずっと見てるわけじゃなかったんで、えー、僕も詳しくお伝えすることはできないんだけども。 ねえあのー、まあやっぱり横浜スタジアムでやると点が入るねねえまあもちろんその両チームのピッチャーの状態もあるんだろうけどもやっぱり一発が出るというね球場は本当怖さがありますねえー、まあでもベースターズもよく打つなあという感じします確かにあのオーダー見てるとみんな打ちそうだもんねいや本当にだからまあそことやるだから今年あのセ・リーグがさまあまあ強いじゃない交流戦 やっぱりあのー、セ・リーグの最下位ではあるけどもベスターズね、あの打線は怖いなという感じがしますね、打ち合いになればそう負けないぐらいの打線、顔ぶれもそろってますからね。 さあ、明日からはまたスワローズ戦。えー、これまでのデータによると、交流戦では、バファローズはこのベイスターズでは強かったんだけども、えー、今日苦戦しています。うん。で、この後迎える、えー、スワローズ戦、対スワローズは、えー、この交流戦、ここまで、えー、バファローズ苦労しているというね、えー、状況でありますんで、まあ、それが明日以降どうなってくるのか、まあ、ホームに帰ってきて、無観客でのゲームが3試合続きますんでね、えー、明日山本由伸投手が投げる。相手がバンデンハークだよ。 バンデングとも,もう今年やらなくていいかなと思ったらヤクルト戦で投げ、ヤクルト戦だから出てくるんだね。いやいや、これまた。 余裕式問題なのかなという感じがしますが。さあ、バンデハーク打てるかな打ってほしいなと思うわけでね。えー、まあ、そんな話は後ほどまたゆっくりしようかなと思っていますが。まあ、あの、明日の話をする前に、まず今日の試合だよね。まあ、とにかく、ピッチャーがいっぱい打たれて点を失ったゲームでも、味方が、まあ、点を取って反発をするというゲーム展開で、まあ、ビハインドでゲームは終盤に入っていくわけですが、さあ、 残り3イニングデバホロザどこまでこのね、迫っていけるかということになっていますね。まあそれにはピッチャーがまずね、相手のこの打線を止めるというのも重要になってくると思うんですがね。なかなかこう厳しいゲームではありますね。えー、まあ昨日と同じような、これ今車止めてますからもう駐車場に止めて今喋っています。えー、帰って喋るよりもこれの方が早いんでという状況で。で今日は僕は、え、ー 打ち合わせで神戸君とお茶を飲んだんですが、も、ま、う、あ、それ以外は何にも食べてない。朝パンを食べたかな。お腹すいた。 なんかね、帰ってご飯頂戴しますけども、えー、お腹が空きました。えー、というわけで、えー、今日も試合途中バージョン。最近この試合途中バージョンが3日続いてるけどもね、これなかなかいいでしょ。えー、でもなんかね、もう本当苦しいしんどい試合ではありますよね。えー、明日からホームに帰ってということで、えー、ホームで3つやったらまた今度、カースイムクと甲子園でしょ。で、その後またビジターでのゲームがあって、えー、ということなんでね。えー 次の3連戦で言うと、土曜日の実況担当なんで、スワローズの勉強を帰ってしますね。 えーまあ、今日のデータつけながらスワローズの勉強もするというような、えー、状況になっています、えー。明日からはホームでの3連戦。加、えー、く君がまた登場ということになりますけどもね。えー、というわけでカズチューブ、さっきいろんな試みをやっておりますが、えー、何か皆さんからの案があれば教えてください。まあ、あの基本、お前が一人で喋るんだけども、えーまあ、それ以外のところでね、あのーまあ、今回はシリーズとして、まあ、神戸をご紹介するというところ、今日1回、第1回、始まりま 始まったんだけどもこれが何回か撮っておりますんで、えー、神戸ご紹介神戸くんの好きなお気に入り神戸スポットを回るというね、えー、企画をやりまして、まあ、随時アップしていこうと思っておりますんんでまた楽しみにしてくださいでこんな風にやったらいいよなんていうのがあったらまた教えてくださいね、まあ、こんな意見もどうですかみたいな皆様これの「カズチューブ」やってほしいこと、えー、やれることはやる、えー、やりたくないことはやらない。 やれないこともやれない。ということですけども。できること。僕らが面白いなと思って、できることは、えー、頑張ってやってみたいと思いますので、何か、えー、皆様からのアドバイスがあれば教えてください。というわけで、えー、試合中、今日も横浜スタジアムではオリックス、えー、よく打ってるんですが、えー、それ以上に打たれているという状況で、まあ、あの、よく、うん、なんか、 粘って頑張ってますけどもね、えー。この後どこまで迫っていけるかということ。まあ、今日のゲーム重要なんでね。だから、あのー、この後はまた終わってからの配信になりますが、えー、よろしくお願いします、えー。今回も最後までご視聴ありがとうございました。あのー、後ほどまた皆さんの,あのお便りも、えー、紹介しますんで、今日のポイントなどを、えー、またコメント欄からお願いしたいと思います、えー。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。えー、駐車場に停めた車の中から、えー、今日お前がお伝えしました。 だからちょっと今回はさカメラ目線で喋るこるがでできたんだよっていう感じですね。えー、また後ほど